さま、こんばんは。今日のおやつはこちらです。プッチョワールド、チコちゃんに叱られるバージョンです。これはいただきました。ピーチ味なんですね。ピーチだけじゃないのかな。ピーチのソフトキャンディーって書いてありますね。そして何やら箱の白い点線を切り取ると何かになるようなので、早速開けてみますね。これはどこから切るのかな。ここにありました。おまけが2つが2つ入ってますよって書いてあるんですよ。これすごく謎で、ですか、パーツを組み替えて遊ぶ。ちょっと不思議 不思議だな。とりあえずこっち開けてみましょうか。これは、これカラスさんでいいんですか？何かお名前があるのかな、この子。実は私、チコちゃん見たことなくて。で、ね、なんかかわいいカラスさん、ちょっと目つきがかわいいですよね。この子とバカーってパーツで、これ消しゴムかな、なんだろう。2パーツ入りってパーミニチュア、あ、消しゴムか。でも2パーツって、あ、そういうパーツって2種類っていうことなのかな。で、このセットが出ましたね。なんで話が分かってきました。もう全然分からなかった、なんだろうと思って。これをこうですよ。これをこうでした。こうしてこの、ここも切り取って、よし、これでですよ。これがこうなるよと、こうセット見えますか？これチコちゃん見たことある方、こんなセットですか？なんかピントが合わない。こうか。こんなセットで合ってますか？そしてここにこれをジオラマのように置いて遊べるよってことですね。こういうことみたいです。なるほど。
そしてメインはこっちですよね。プッチョワールド。ワールドって何でしょう。私ソーダ味とホワイトソーダ味はたまに買うんですけど、これワールドって何でですかね。プッチョワールド、あ、今回見てください、しましまです。へー、しましまのプッチョが10粒ですね。 50g ということは1つ 5g かな。測ってみましょうか。今回からですね、秘密兵器を投入しまして 0.1g で測れますよ。紙もね、一緒になっちゃうんですけど、これは間違いないんじゃないですか。紙も含めて 5.1。 さすがですね、正確でした。こう食べないのって今思ってる方いらっしゃると思うんですけど、ちょっとこのサイズ食べちゃうとお話ができなくなるので、ご紹介のみにしておきます。ほんとちっちゃいプッチョがこのサイズで、このサイズの消しゴムなのですごい可愛いですよね。私この中ではこのカラスが欲しかったです。一番可愛いですね。すごい嬉しい。やった、当たりでした。大当たり、かわいい。かわいくて出せないし使えないので飾っておきます。では皆さん、おやすみなさい。